岐阜の両者追っては九州勢2番の三木7番の本田さあ対列は変わらず残り2周回となりますさあ以前4番の川西は6番って、そして前で構えますのは1番の内村動きはありませんさあジャンマイ2コーナーをカーブしていくところ4番の川西が6番手から発進です9番の田中2番の三木そして7番の本田を連れて上がってきました さあ今金が入って3コーナーから4コーナー、少し1番の内村もペースを上げましたが、4番の管理先頭に立ってきます。2番手は9番の田中、2番の三木、そして7番の本田までができました。さあそして3番の近藤は切り替えて5番手、その後ろが8番の坂野、こちらは徳島両者。 そして6番の三好が現在、前から数えては7番手甲府に置かれたのは1番の内村、そして5番の山本縦1列バックスレッチから3コーナー残り半周を切りました4番の川西、会長に飛ばしていますそして番手、絶好の展開は9番の田中ぴったりマークしています2番の三木、7番本田と続いて直線コースを迎えます4番の川西そしてこの人は9番、2番と追い込んでいきますが4番の川西を押し切ったが 後ろからは7番の柳原上がってきます3番吉田そして8番の海下を連れての上昇残り2周切って1コーナーから1センターへと向かうところ中段外で一度止まりました7番柳原その内側封じ込められたのが5番の堀拳銃さあ堀は引きました7番手に入れ替わりますさあそして外から7番柳原先頭に変わってきます今ジャンが入って3コーナー 3番吉田2番手8番の海下3番手この3社のラインが一度できりますが内側から4番の園田が動いてきました先頭に変わります。さあそして後ろから5番の堀が 一気に前に上がっていこうとしますが突っ張っていく4番の園田最終周回1コーナーから2コーナー4番ソ園田マークは2番の川島その外5番の堀は苦しい体形となりました4番、2番そして3番手は7番の柳原外からは5番の堀がもう一度縦へと踏んでいこうとする3コーナーから4コーナー4番、2番そして7番、3番さらには6番といった体勢で最終コーナーナ回って直線へ攻勢に変てきます4番の園田番手は2番の川島そして7番の柳原さらには3番も追い込んで最後は3番か2番か。 そのマークは3番の岡田さあ後ろからは5番の谷口が上がってきました合わせては7番の林さあ109機の両者が先頭争いを演じていきますジャンマへの2コーナーカーブしていくところここは7番の林が突っ張って先行体制入ってきます5番の谷口は下げました結局後方に下げて7番手谷口さあ金を迎えて3コーナーから4コーナー先頭は7番の林そのマークは3番の岡田この九州勢を追っていますのは8番の石坂 9番の小坂井は4番手中部勢は中断ですさあ一方近畿勢は後方です最終周回縦一列1コーナーから2コーナー7番林のペースとなりました3番の岡田が2番手この九州でうまく追っていますのは8番の石坂そして中部勢まだ仕掛けがありません近畿勢も後方からまくり上げるもまだ6番手5番の谷口7番3番8番9番2番といった体制で最終コーナー回って直線構成書いてます7番の林が先頭そして8番の石坂追い込んできますが7番8番そして3直は 最後二番の宮地が追い込んでいましたか。で八番山ライン三番って、五二八中四国勢。さあ後方からは近畿中部四車上がってきました。 合わせるようにしましたが5番の宗崎さあ残り2周切っています1コーナーから1センター1番の長は前から引きました6番の中野が抑え込んできますマークは9番の道村7番の萩原そして4番の滝川4車が出まして今出しを迎えて3コーナーさあこれで九州勢は中断です1番の長に5番の宗崎がこの後ろとなっていますそう後方が少しもつれています レースは最終周回6番の中野のペースとなりまして9番の堂村が2番手7番の萩原が3番手4番滝川続きまして外から5番の宗崎がまくっていく乗っていますのは2番の森岡高知のコンビがまくっていきますさあここは先頭をとらえました5番の宗崎が先頭に変わりまして3コーナーから4コーナー2番の森岡あとはこの両者の争い3番手、車間がいて9番堂村直線です5番の宗崎2番の森岡並びかけていきまして最後は接戦です番番の崎と森岡 3番、山本4番、芹、8番の徳丸で3、4、8中段が九州勢2番の西田4番手振り返って後ろの様子を気にします7番、立石がマーク5番,中松番番5番、中松2番、7番、5番そして7番手に番え6番、六番の小川マークは1番の内そして9番の片山2コーナーからバックスウッチさあ7番手から6番のが発進ですその動きを確認しまして3番、山本もペースアップ ジャンが入って3コーナーから4コーナーへと向かうところ6番の小川先行態勢に入っていきますさあ各選手ホームへ帰ってきました6番の小川が先頭ですさあ残り1周切っています2番手3番手は並走です1番のオチがその番手の外側 内側番のと競り合いとなって3番手も4番、9番の並走外から2番の西田が縦へと踏んでいく現在3番手アウトバックスリッチから3コーナー6番のが先行していますが後ろは3番の山本が1番の内からこの2番手の位置奪いました直線構成、帰ってきます近畿勢2番手6番のが先頭で帰ってくる6番のが振り切ったさあそして2着は接戦でした4番のりと3番の山本。 予選1は直線鋭く外伸びての3着でした各選手ホームへ帰りまして残り2周を切っていきます5番手から6番の高橋が上昇開始ですそして1番下から7番の飯田もポジションが上げてきました1センターから2コーナーへと向かうところそは6番の高橋そして7番の飯田位置を上げて前段の外を並走します4番宮地の前を切っていきました6番の高橋今金が入って3コーナーから4コーナー 6番の高橋、7番の飯田、前段に変わりまして4番の宮地が3番手人気を背負った3番の細田、4番手後方に1番の日野、2番の井上、そして5番山本さあラスト1周となります全体的にペース上がってきました6番の高橋が先手を取ります4番の宮地が巻き返していきまして外から3番の細田も 力くくでままっていきます2コーナーからバックスイッチさあ内側を抵抗する6番の高橋それでも3番の細田がまくって最終のバックスイッチを制するさあそして2番手は4番の宮地が追っていきますかその内側には6番の高橋さらには7番1番と追走しまして最終コーナー回って直線コース3番の細田が先頭この後ろは4番の宮地が追走していく3番の細田に対しまして4番の宮地最後並んでいきました。 各選手ホームへ帰りましてまもなく残りは800メートルです縦1列前からは7番3番4番1番2番5番6番といった体勢です1センターから2コーナーへと向かうところ先行タイプ2番の杭は5番手からゆっくりと上昇開始です後ろ手は5番の田中真彩そして6番の田中真彩を続きます前で待ちますのは7番の石井金が入って3コーナー さあ7番の石井が突っ張っていきます2番手の外に2番の奥井その内側3番の藤原4コーナーからホームスウェッチへ帰ってきますさあ7番の石井外から2番の奥井共にペースを上げました最終周回1コーナーから2コーナー7番の石井が突っ張っていきますかさあ2番の奥井がそれでも外を踏んでいく2コーナーからバックスウェッチさあ7番の石井そして2番の奥井 意地の張り合いもがき合いさあ2番の奥井が先頭に変わって1番の門脇はその後を追っていく内側に7番の石さらには4番の成田も続いているその外から6番の田中4コーナー回って直線コース2番の奥井追っていますのは1番の門脇2番の奥井文が押し切って1番の門脇2着そして3着に7番の石高子。 さあ後ろから6番の折西、8番の浜口を連れて上がってきます合わせて中段から9番の三田村三田村も前へ踏んでいこうとしますさあその外6番の大西、ジャン前、2コーナーへと向かうところ前は関東勢、5番の阿部、3番の小林、1番磯田その外を通って6番の大西、先頭に変わってきました乗っていますのは8番の浜口さあその両者前段に変わって出しを迎えています外からすかさず9番の三田村が前へと攻め上がってきました さあ6番の大西も内側で抵抗しますが9番の三田村先頭に変わりまして残り週1コーナーマークは7番の福田そして2番の大西が3番手972とできました中段4番手の内側に6番の大西その外並走からは5番の阿部阿部がまくっていこうとしますがまだ出られないバックスイッチから3コーナーへと向かうところ9番の三田村この後ろは車間を切って7番の福田が現在2番手3番手には2番の大西番手4番手は6番5番の並走で直線へと帰っていきます9番の三田村先頭2番手からは7番の福田が差し迫る7番の福田そして2番の大西 その藤井が上昇開始です。8番のためだ。5番8番を打っては4番の甲斐坂さあ残り2周切るところ。34番手の外で一度止まりました。5番の藤井です。6番の馬場を外から封じていきます。さあ、その5番の藤井がさらに上がって、2番の牧田の外を通っていきます。さあ、これで先頭は5番の藤井に変わりました。8番のためだ。後ろマーク4番の甲斐坂3番手を追走。 ジャンがなって3コーナーから4コーナー6番の場は中段の4番手を取りますさあ一方2番の牧田は引いて後方7番手ラインの前後入れ替わりまして残り中等になります5番の藤井が果敢に先行します8番のめ田,田が2番手を追走4番の甲斐坂3番手そして4番手以降は関東勢6番の場は 2コーナーからバックの立ち上がりまくっていきます1番の伊藤そして9番の手島を連れての仕掛け2番手8番の亀田,田を牽制しようとしますが外を並んでいく6番の馬場そして後方からようやく2番の牧田がまくりを組む直線構成帰ってきました5番の藤井先頭この後ろ2番手以降は車間が広がる5番の藤井翔吾を仕切った外から追い込んでは2番の牧田秀彦。 1>, 1番の坂口を連れて上がってきました後方から3番の藤田4番野崎埼玉コンビも前へ伺っていきます残り2周切って1コーナーをカーブしていくところ3番の藤田4番野崎この2車一度前を切っていきましたさあその外を通って6番の松本が先頭に変わります2コーナーからバックスレッチ1番の坂口を追っていきますが絡んでいくのが7番の山崎さあ金が入って3コーナーから4コーナー 6番の松本先行体制2番手は1番の坂口がキープこれで7番の山崎は3番手ストロマークは9番の武田3番の藤田4番の尾崎埼玉勢は56番手2番の吉本は下げて後方7番手5番の桑原そして8番の中村最終周回縦1列2コーナーをカーブしていくところさあ6番の松本が風を切っていきます。 ままだ縦一列状況は変わりません。残り半しっって3コーナーへと向かうところ6番の松本マークは1番の坂内3番手追走7番の山崎はまだ仕掛けないか4コーナー回って直線コース6番の松本先頭で帰ってくる外から7番の山崎追い込んでいきますが6番外から7番そして2番も追い込んでいましたこの3名の上位争い。 地元の4番の佐々木は依然3番手そのマークは8番の原さあ後ろからは3番の佐藤7番の新井連れての上昇1番の鈴木5番の松坂も外へと持ち出しました残り2周切っています1センターから2コーナー3番の佐藤前を押さえてきましたその外を通っては1番の鈴木5番の松坂難関2車前段に変わりまして4番の佐々木も外から位置を上げてきます現在3番手のアウト打者を迎えて3コーナーから4コーナー 1番の鈴木先行体制さあ後方から勢いをつけて9番の吉田が仕掛けていきますさあ1番の鈴木に対しまして9番の吉田叩いて先行策です最終集会1コーナーか2コーナー2番の岩本を連れて前段に変わってきました4番の佐々木がその後折って現在は3番手ですが8番の原は離れているさあ9番2番4番と早くもこの3名に争いは縛れていくのか3コーナーから4コーナー車間が開いて4番手に1番の鈴木3番手から4番の佐々木がまくっていこうとしますが2番の岩本牽制い入れる中部勢を追って4番の佐々木直前です 最後は接戦でした。